俺はその一度だけしか彼女の笑顔を見たことがない。だからどうかもう一度だけ。そんなの全部自己満じゃん。起きないんでしょ。無理なんでしょ。なら認めるしかないじゃん。目そらさないでちゃんと生きるしかないじゃん。彼女だってそんなことしてほしいって絶対思ってない。私だったら絶対思わない。肩書き君が好きなら肩書き君に幸せになってほしいって思うもん。僕からさ、自分の幸せのこと考えてよ。二度と来るな。大学の間のことはあまり覚えていない。けれどあの言葉だけは今でもたまに思い出す。後ろ向きだし、意地っ張りだし、話聞かないし、きっとまた倒れるし、なんなら死ぬし、絶対完璧不幸まっしぐらだし。私が間違ってるって言うなら幸せになってみなよ。それは意味があるんですか？記録の中で一秒さんが助かったとしても現実の彼女は戻らない。じゃあどうして？一つだけでいい。幸せになった彼女の笑顔が欲しい。その記録が欲しい。思い出が欲しい。たとえそれが現実じゃないとしても、たとえそれが俺のものじゃないとしてもだ。交際というのは一人では成し得ないことです。二人でやってみましょうか。グッドデザインで今すぐに俺を消せ。嫌だ、絶対に嫌だ。ナオミ、幸せになれ。肩書きナオミはあいつで、俺はただのエキストラさ。あなたは私を愛してくれたのですね。ありがとうございます。